今夜使うのは先週ムービーガチャマシーンを回して決まったこの映画劇場版「魔法少女まどかマニカ」新編「反逆の物語」。 2011年新アニメとして放映されアニメファン以外からも熱狂的な支持を得たダークファンタジー「魔法少女まどかマいカ,カの劇場版第3弾テレビシリーズの総集編的だった全2作と違い脚本作画も新たに書き起こされた完全新作まどかと久兵衛の契約によって訪れた新世界の中戦いを続ける魔法少女明美穂村明美穂村たちの姿を描く、えー、総監督は辛坊明幸さん、えー、監督は宮本幸宏さんということでございますはいえー、ということであのー、ね質問に人も入っておりますが、えー、このねまどかマい その最新版というか新編え見ましたよというリスナーの皆さんえまたのなウォッチメンからの監視報告いただいておりますメールの量えとても多いです皆さんありがとうございます。やっぱねこ ややややれ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 ねこれだったら、また外したり先週また逃げたり1000円払って逃げたりしたらまたやれ、またそれはハゲだなんだっていう、だからどっちにしろ、あれですよ、あのー、だから魔法を行使してもど、どっちにしろ不幸になるみたいな、俺、もうソウルジェム的には大変なね、まあい,いや、そのね、<laughs> 話が混乱してきてるじゃないか。えーっとね、でですね 公共的にも初登場1位を飾り、まあ、都内の劇場ではいまだに満席になるところもあるほどの人気僕も結構深夜の回見ても結構人、えー、いましたからねなので、まあ、その分量も多いんでしょうあと当然行く人は窓上げのやっぱ当然それなりのファンでしょうからね何も関係ない人行かないと思うからそういう意味では熱量多いっていうのは、ね、あると思います、えー、評価は高評価が多めと、えー、なんだかよくわからないがとにかくすごかったわ <laughs> かるその感じもかる、えー、作画のクオリティの高さに驚愕 予想できななないいストーリーリ展展開開ががらな、えー、納得いく展開などの意見が多かったただし否定的な意見もございまして、えー、テレビシリーズが台無しになったこれも分かる気がしますけど後ほど言いますけどね、えー、肝心な部分は難しい説明で煙に巻かれた印象、えー、完全に後付け打足の作品というちょっと厳しい意見もあったりする良、えー、くも悪くも言えないと評価する人要するに保留っていうか ちょっとこれも後ほど言いますけど要するにまだ終わってないっぽいじゃんみたいなとこも含めてですよねえ保留するような人も全体の4分の1ほどいたということでございますえ代表的なところご紹介いたしましょうまずよかったとよかったえラジオネーム森森さん 自分はどうしても絵柄が苦手でテレビシリーズも本放送ではなく話題になった後の再放送を前話見てから行ってきましたがこれも分かります僕ね、まあはいえー、正直完全にやられましたまず映像ですもともと劇場映えする独特の映像美でしたが初めて劇場で見てその美しさに驚き中盤の激しい銃撃戦のアクションシーンを筆頭に映像の奥行き表現というか二次元の中に違和感なく入っている三次元表現が非常に立体的であまり詳しくない自分には驚きでした、えー、絶対アニメでしかできない表現演出を突き詰めるとこうなるという一つの完成形を見た気がします がなくすんなり入り込むことができましたと、えー、あえて情報量を増やさず焦点を絞ることでキャラクターの立ち位置や心情の微妙な変化などがより分かりやすく提示され、えー、それが見ている側には違和感として少しずつ膨らんでいまするに8テオリー以上必要な違和感としてね当然この違和感自体が苦戦となっているわけですがキャラクターの行動で伏線が回収されていくのも説明的にならず、えー、無駄がないと思いました設定伏線展開もよく練り込まれていて隙のない作りだったように感じますと えー、まだまだ日本のアニメも戦えると思わせてくれる一本でした個人的には今年上位ですというね大変、えー、多少こうビギナーから入ってすごい高評価という件。えー、一方ではですねラジオネーム綿棒さん えー、共感なくして脚本なしこれは先週ゲストの三宅竜太さんがおっしゃっていたことですがまさにその通りだと思わせる今作でした、えー、脚本家が物語の仕掛けに注力するあまり、えー、キャラクターの感情が置いてけぼりになり、えー、脚本が空回りしている印象でしたと,、えー、というで、まあ、これまでの作品もこうでしたがみたいなねいろいろ書いていただいて、えー、シリーズをまだ続けるつもりなら今作ではキャラクターそれぞれの感情を温める充電期間の意味を込めて心の葛藤につながるシーンを構築できればよかったと思います僕はそれをテレビシリーズでゆっくりと演出してもよかったと思いますよね キャラクターに思い入れさせるっいうのはやっぱそのテレビシリーズである程度話数がある方がやりやすいなんて、ね、よくその話出てきますけども。さあ、えー、と言ったあたりで早速いきますかね、えー、窓紛ね。はい、はいい、えーまあ、バルト9とかをはじめば、まあ、僕はもう今週3回行きましたからね、3回行ってままいりした3回行ったしあのー、去年のちょうど今ぐらいの時期にその劇場版の前後編、要するにテレビシリーズの一応その話以上はダイジェストというやつがまあ公開されて。でまあその時に もうやっぱその窓間にやれよっていう声があったんですけど、このコーナーでねあのー、見たら続きがまだあるじゃんみたいなね、ね、うん、要するにその今回の新編の予告が最後についてたから、えー、ということで、じゃあそのタイミングまで待とうよというような言い訳のもとにこのタイミングってことなんですけど、はい、ただ、まあその意味ではさっき言ってますけど、今回の作品でもまだ完全に終わってはいないムードもありますけどね、正直ね。えー、まああそれれいとこうともあれ えー、僕以上にこの作品に対して門外観の方に言っておきます、はいえー、最低限劇場版の前後編、ねえー、要するにテレビ版のダイジェスト版というかそこまでのストーリーは最低限把握しておかないと、えー、この番組のね番組アドバイザー瀬野珍さんのように完全に丸腰で見に行ったりそれはないってわかるだろう <laughs> それは わかんないでしょ、さすがに、あのー、絶対によくわかんないと思うんですよね、はいあの、完全に続編です、もう続きですとにかく続きの続作りをやってるんでね、うんあのー、最低限の劇場も見ておいてください、まあ、逆に言えば、あのー、劇場は2本見ておけばとりあえずはその窓牧の話ということに関しては誰でもついてこれるという比較的手軽についてこれる段階ではあるかなという,ふうに思うんですよね。えーっとまあ、実際そののさんその総監督も 各インタビューなどでですね、あのー、今回の,その新編はあくまでその劇場版の全公演化の流れで見てほしいとテレビシリーズはテレビシリーズで完結したもんだと僕は考えていてと、あのー、劇場版でちょいちょいこう演出が変わってたりとか、えー、そんなのを踏まえての流れで見てほしいと言ってるのでまあだからその劇場版2本見ればいいという意味では手軽なんじゃないですかねというはいで僕もですねリアルタイムのテレビシリーズ放映時には間に合ってないんですよねすごい盛り上がってるらしいっていうのはもちろん伝わってきてたんですけど、えー、でこれ,これは詳しく後で言いますけどやっぱ やっぱテレビシリーズに関しては今回、その後からブルーレイで後レイで見てもねこれはやっぱりリアルタイムで盛り上がりたかったなーっていうリアルタイムで見たらさぞかしはまってたろうなっていうねえのはありますけどね悔しいなってありますけどであのもう放送も終わってえで後になってから この番組でもあと TBS ラジオトップ5でもおなじみコンバットレッグさんから「あの窓紛れっく」ってどうなのみたいなのを飲んでるときに話してていや俺はあの例えば俺たちアイドル好きというかねブブカチームから見るとアイドルというものの構造アイドルというものを言ってみれば残酷な構造のメタファーとして読めるはずだからあの俺たちだったら面白いはずあの見れば歌丸さんが見れば絶対面白いはずだよっていうふうに <laughs>、えー、進めてくれたのね敵に。 であのー、そこで後追いで、まあ、追っかけてそのテ,テレビシリーズも後追いで見て、えー、あとまあ劇場は見てってことであなるほどこうなるほどなるほどこれは超面白いという、えー、でプラスまあ今回のタイミングで、まあ、例によって、まあ、1週間、ねえー、仕事をしながらできる範囲ではでありますけどその、まあ、その主要スタッフの関連作品みたいなのはできるだけ見まくったりなんかして、えーまあ、これいちいち上げてると長くなるかやめるかとりあえず。 あの最近ブルーレイが出直した辛坊さんの昔10年,以上前に10年ぐらい前か撮った「コゼットの肖像」っていうねこれが割とこう原型だなんていうんでこれ見てみたりとか「陽だまりスケッチ」も「化け物語」でも何話か見ましたし。 あと脚本のそのうろぶちげんさんの、えー、これあのエロゲーとかまでやってる時間なくてねちょっと今週エロゲーはできないからせめてと思って小説ね読んだりなんかして「えー、帰国外」なんてねやつとかあとフェイ「フェイトゼロ」も読みましたよだからえー、あとアニメ作品だとこれよかったなあの板野一郎さんあの要するにあの板野サーカスでおなじみマクロスのね、えー、の「ブラスレイター」ってねこれあのうろぶちさんが初めてアニメ関わったええやつですけどこのブラスレイターとかすげえ面白かった普通に普通に俺はこれは超あの好みの やつみたいな、まあ、仮面ライダーですからね、言っちゃえばね、あそしてもう室伏さん、もちろん今の仮面ライダー、ガイムやってますから、ガイムも見てますよこれあ、ね、とでガイムの話もしようかな <laughs> まあ、とかね、あと、まあ、できるだけその作品が全部見れない分、インタビューとかはできるだけもう、えーね、インタビュー本とか、雑誌とかもできるだけこう、えー、入手できるものでやってみようという状態で臨みましたよということで、ね、これが僕、めんどくさいって言ってるんで、別に窓まきが嫌いとか言ってんじゃねえよってことですよ、はいえー。ということで、あの、 まあ、ビナーその程度のビギナーではございますが僭越ながらね「まずそのテレビシリーズから始まって何が、えー、そんな面白くなっちゃったのか」っていうのを僕なりにちょっと整理させていただくならと、えーまあ、詳しかったからね見たらちょっとこうあれ言ってないこれ言ってないあると思いますけどちょっと僕なりに整理してみるならまずもう身も蓋もないことを言っちゃえばいわゆるその。 座組が超っったっていうことなわけですよ、ねこれね、あのー、一個一個のこの要素はそれぞれのこう、ね、作り手の皆さんがこれまでやってきたことの延長線上発展系だったりするんだけどそれが絶妙なバランスでしかもこのタイミングで組み合わされることで生まれたマジックみたいなところがやっぱ大きいっぽいじゃないですかそれは。えー、であのその意味ではこれは辛坊さんも、えー、インタビューで何度かおっしゃってますけどまずこのプロデューサーの,あのアニプレックスの、えー、と岩上さん。 この人が偉いっていうこの人がこの例えばウロブツさんに脚本書かせてでキャラクター全然が大きい梅さんで、えー、でまあシャフトというかね辛坊さんでこう作るというこのざ組を考えてだからそこの手柄がまず大きい、えー、まあもちろんその辛坊さんシャフトのアニメで、えー、青き梅さんっていうのはまあ僕もその何話か見ましたけどひだわりひだまりスケッチなんだけもあれはまあ四コマがベースで あの本を明かしたいいわゆる日常系みたたなやつですただ描写はやっぱそのシャフトの特徴なんですねあのすごく実験的なデザインもうすごいグラフィカルなこう画面構成だったりとか僕すごいあの全部見てるわけじゃないんですけど第1期だけしか見てないですけど「あの風邪ひく回」とかのねあの日常がこう風邪をひいた目から見て日常がちょっとこう異世界っぽく見える、まあ、すごい変わった演出なんかが、ねまあったりしてまあそういうの前振りはあるんだけどとそこにまあ室伏さんの,その脚本室伏さんは。 まあ元はそのエロゲーのねその作家でいらっしゃって、えー、で割と要はそのハードなストーリー世界観ねグロかったりとかねうんあのー、超エロゲーハードコアっていうこれ僕前からこれ持ってた本なんですけど太田出版から出てるこれの、えー、表現を表 引用するならば、えー、もうどの作品も血の宴に重火器の放つ荘園の匂いっていうね、えー、まあ非常にハードで,あるで登場人物の多くが悲惨な運命を辿るという作風故に「バッドエンドのウロブチ」というこれそういう異名を取るぐらい、まあ、そ,のそういう,こう話が乗っかるとだってねその日だまりスケッチ的なこうほんわかした日常的なその、ね、青木さんの,そのキャラに どうしてどうやってそれが乗るのってことじゃないですかはい、えー、で実際これウロブさん自身もこれをインタビューであの俺最初は俺「俺に何しろ」って言うんだとその座組でっていうんでちょっとこう悩んだっていうねでそこであのさっき挙げました「えー、コゼットの肖像」っていう辛坊、えー、さんが昔やってたまあちょっと非常にこうゴシックロマンというのかなまあバンパイアものというか、えー、そ,れにそれに青木梅さんのキャラが迷,迷い込んだような世界を想像すればいいんだなみたいなことが書かれたってことですねちなみにあの 黒木さんが書かれる話の,、えー、そのテーマ性自体は今回の例えば「窓まぎとか言っちゃえばその今までやってきた路線なんですよね。 あの大体こう奇跡とか能力の引き換えに何かこう非常に非常な残酷な代償があるであるとかあるいはその肉体という入れ物と精神という中身のこの相母の話なんかもすごくよく出てくるし、えー、で最終的にはこうなんていうんですかねこう永遠に良くも悪くも永遠に続いてしまう円環構造の中に地獄的であれなんであれ、えー、なんかその主人公たちが閉じ込められるとかそこにこうグッと収まるみたいなねだからなんかちょっとこう後味としてはこううん,なんか。 なんかこう不思議に嫌な感じが残るみたいな、えー、ものとかあるいはバトルロヤイヤル構造というかね、えー、あのちなみに『仮面ライダーの』の、えー、平成仮面ライダーを語る、えー、本「語ろう空河杏と龍樹」で私歌丸とウ、えー、ロブチさんねちょっとあのん越ながらというか同じところにこう並ばせて、えー、こう書いていただいたなんか、ね、あの載せていただいたなんかしてますけど、はいまあ、いいやでそういうウロブチさんの要は本来ちょっと結構異なる世界観の話の人なんだけどそれを、えー、それが合わさってでそれが結果としてそういうバランスが。 特にやっぱテレビシリーズとしてのストーリー構成にバチッとあったってことじゃないですかね。例えば、ーまあ、最初の2話までは割とこうあえてこう昔ながらのね要するにそのマミさんですよマミさんが活躍している間はですよ、えー、昔ながらの魔法少女もののフォーマットに一応こうあえてこう乗っ取ってるわけですよね。えーそのま、という割とこう昔ながらの魔法少女フォ,フ,ォフ,ォフォーマットにあえて。 あえてこう、えー、乗っててこうっあるいは本んわかしたそ,のそれこそ青木梅さんのキャラクター的な日常系の空気っていうのに、えー、2話目まではミスリードしつつてか3話目の結構終わりの方まではミスリードしつつ3話目終わりでドーン実はものすごいハードコアな世界観ですよっていうのを要するに一気に牙を剥くというこういう、えー、その話のストーリーの流れ構成にハマってるということですよねでそっからあのエンドクレジットもね。 TBBC で最初に放映したときは2話はついてなかったのがエンドクレジットその鈴木ひ文さんというえこれさっきから言ったコゼットの肖像とかも参加して音楽もあの梶浦さんというコゼットの肖像音楽つけてる方ですがそれのちょっとこうゴシック的というかちょっと怖い荘厳な世界観というかそういうところでちょ要するにエンドクレジットも超不気味な世界観になってこれ、こういう話だったんだ。もちろんのいいアニメファンは あの座組で分かるんだけどあやっぱ牙向いてきたみたいなそういう風になるっていうねこういうのはやっぱリアルタイムで毎回見てたらやっぱ3話目で来たなるでしょうしね8話目で来たなるでしょうしねねえましいこれリアルタイムで盛り上がったの羨らましいなと思いますテレビシリーズのやっぱ醍醐味これうん例えというならやっぱ鈴宮春日の憂鬱最初にテレビシリーズであの放映順の だんだんこう見てるうちに、あこういう話、えそんなスケールの話みたいな、だんだん分かってく、あの醍醐味みたいなのを、すごく思い出しますね、春るひをね、はいえー。で、やっぱその見てる側も、要するに回を重ねるごとに、来週どうなるんだ、どうなっちゃうんだ、どうなっちゃうんだ。んだでおそらく作り手側も テンンションがどんどん,どん,どんこうドライブしていく感じっていうんですかね、これは今回のおもろいぞっていう、これやっぱテレビシリーズの醍醐味なんじゃないかと思いますし、はいえー、あとはもちろんねあの今まで挙げてきたような名前の方以外も、やっぱあれですよ異空間表現、魔女表現、劇団犬カレー。ね えのこう空間表現、まあ、よ言っちゃえばこう、えー、コラージュを使ったね、まあ、テリー・ギリアム的というかあるいは、まあ、ヤン・シュワンク・マイエル的というか、えー、カレル・ゼマン的というかなんかこう、えー、そういう,こう、まあ、アートアニメーションね東あたりのアートアニメーションみたいな感じだからさ要はあのメインの主要キャラクターとかその背景の美術は、えー、日本のザ・モエアニメ的な、まあ、言っちゃえばもう商業アニメ最前線みたいなそういう感じの絵柄と。 東欧のアートアニメーション前衛的アートアニメーションみたいなのが世界観としてこう共存する絵面として少なくとも共存してるわけではっきり言って異常ですよね <laughs> やっぱこんなもんテレビでパッとつけてそれやってたらええんじゃこりゃーってこれはやっぱそのこのインパクトを生み出したっていうのもやっぱある意味こう最大の貢献なんじゃないでしょうかね。もちろん えまあシャフトっていうねこの会社の,その僕が見た範囲でもやっぱり過去作すごく実験的な手法をいっぱい使ってるわけですねそれこそ犬カレーさんなんかを起用してまあやったりもしているんだけどもちろんそういう文脈があればこそではあるんだけどとでもそれが今回のえその窓かギかのこのストーリー構成とかそのテレビシリーズとしてのストーリーの流れにもあばってるというね。あるいは あのシャフトさんのあれで言うと文字演出っていうのがありますよね今回もあの魔女のさ魔女文字でこうバーって出るああいうこう文字がこう画面の中に出てくるこう違和感でありなんなりみたいなそういう流れはあるんだけどってことですよね。はいまあ、それ以外にも細かいこと言うと当然ねあの例えば、えー、絵コンテのね え佐々木さんっていうのがジブリから呼んできてすげえいい仕事したとかもうそういうその一個一個のこう細かい座組みが全部うまくいってここの要素はこれまでの延長線上発展系まあそれこそ例えばシャフトっぽい演出ねえケレンミといいますかね非常にグラフィカルな演出であるとかあるいはあの動きと止めのメリハリまあこれ日本アニメの伝統とも言えますけどねえそういうシャフトっぽい,そういう演出とかもろもろそういう今までの要素の延長線上なんだけどそれがもう最高のバランス最高のタイミングで 合わさったマジックっていうことじゃないかだから作り手の皆さんもこういうのはなかなか作ろうと思ってできるもんじゃないよねっていうのは皆さん口々におっしゃってますよねはい、えー、ではもちろん言うまでもなくキャラクターの魅力まあこれもキャラクターの魅力の話飛ばしていいこれしてるとあの2時間とか経っちゃうんでねあとはもちろんそのストーリーのまあ言っちゃえば奥深さというか特に それこそさっきのコンバットレッグの僕におすすめする時の例えば俺らが見るならばじゃないけど、あのー、要はさまざまな現実の事柄みたいなののメタファーとして読み取り可能っていうところがやっぱり各所での,そのいわゆる語りをヒートアップさせやすい要素だったっていうことは本当に大きいと思います。えー、そこそささっっきのののアアイイドドルルといいうう構造の残酷さ例えばては年を 減るはい、えー、というその残酷な構造というののメタファーとして読み取れるそういう問いを問いか我々がこう部ブ,ブカチームが日頃こう AKB 総選挙とか見て「うん、残酷だ最高だ残酷だ最高だ」だ高だってやってる時の問いを重ね合わせることもできるし、えー、あるいはもっと普遍的に例えばね えー、いろんな例え方できますよもうもう現代社会のいろんな例えられるので例えば普通にこう仕事論みたいなことでもいいですよね。最初は良かれと思って人様のためにと思って始めたんだけど次第にその現実によってこう理想をなくしていって絶望していってしまいで一番自分が憎んでいたタイプの大人になってしまいましたみたいなことはまあ 普遍的に重ねられるじゃないですかあるいはその何のために人々というのは頑張って生きるのかみたいなそういう普遍的な話も重ねられるちなみにあのウロブツさん今「仮面ライダーガイム」というね新シリーズやってらっしゃるって今まだ序盤でいろんなライダーがそれこそバトルロイヤル,ロイロイヤル的にこう出てきてる最中なんですけどこの間の3話目かなで主人公主人公が仮面ライダーシリーズまれに見る軽薄な男なんですよ現状は。なんだけど あのそのライダーやってすごいちやいほやされてお金稼いじゃったぜっつって持ってきたらその主人公のお姉さんとかちょっと会話があってそこで「仕事とは」みたいなねあなたの,その稼いだお金は仕事で稼いだお金とは言えない仕事っていうのはみたいなのをお姉さんが言う会話があってこれに俺すごいグッときたんですよねはいえーなのでまあそういう,こう重ね合わせ方もできるっていうのも大きいでしょうしえあとまあ登場人物は えーまあ、もちろん少女キャラねいわゆるその萌えっぽいデザインの少女キャラなんだけど、えー、これあのうろぶちさんがインタビューなどで、えー、例えば辛坊さんとのこう、えー、と対談で辛坊号っていう辛坊さんが出しているこの、えー、と対談本みたいのがあってここでうろぶちさんがこう言ってるんですけどこの要するにマドカマギアのキャラクター全部男にして広東語しゃらせたら完全に香港映画、ねえー、ジョンウーの世界そのものだろうみたいな,、えーそ,んなことまあ、そういう意味で要はあの登場人物は可愛らしい少女だけどやってることは男泣きアクション。 まあそういう意味でもまあ僕みたいな連中はやっぱ普通に熱く盛り上がりやすいってこういうのも当然あるでしょうしでここで僕すごい思うのはあの先ほどもちょっと言いましたが AKB ドキュメンタリー特に2作目3作目えすごいっていうねいつもこの番組でも言ってますけど AKB ドキュメンタリーの監督高橋英樹さんえ一回お会いした時にちょっと高橋さんがおっしゃってたのはえ自分が本当に一番好きなのはハードボイルドものなんだとえなんだけど今の日本でハードボイルドものをやろうとするとひょっとすると主人公はやっぱり女の子になっちゃう。 のかもしれないだから AKB ドキュメンタリー23はあれは高橋さんなりのハードボイルドものでもあるというね、えー、ようなことを、まあ、お話ししたんですねちょっとそのことを思い出しました、えー、で同じく例えばハードな現実のメタファーとしての戦闘少女ものでもあるこれアメリカ映画でザックスナイダー「エンジェルウォーズ」ありますよねあれとこう窓紛を比較して何、えー、て言うんですかね問題意識のあり方みたいなのを比較して見るのも面白いかなーなんて思ったりしましたけどねはいえー、という あ,あるいはですね、まあ、例えばラストが非常にこう話題沸騰というか賛否両論みたいなねああいう,こうラストがあってこれはどの程度ネタバレしていいのかなあの結末もま何、あ、て言うんですかね 神,神というか概念になり果てて存在は消えて宇宙全体に普遍的に偏在する概念になってしまいましたってなんかこうあの辻泰孝のエディフスの恋人みたいだななっ,って僕はもうあのあ SF っぽい面白いってまあ普通に素直に思いますし、えー、あとやっぱりさっきも言ったようにあの室部源さんのその作品物語とかにしばしば出てくる感じの結末でもあるかなというふうには、えー、思ったんですけどあるいはですねもうすごく分かりやすいところで言えば。 まあ要はその円さんはみんなの魔法少女の,その運命をま背負って本人は姿は消えてしまうけど概念として神のごとき概念としてって要はみんなの原罪を一身に背負ってってことでしょつまりものすごい露骨にキリスト教の話をしているっていうふうにもキリスト教的な話をしているとも言えるしというえ一方ではさっきの仕事論じゃないですけど僕はもうちょっとえ自分に引き寄せて例えば。 仕事論的な流れでいうとね今我々が暮らしている安穏と暮らしているこの世界も名もなきも自分の名も知らぬ誰かのいろんなのをおかげで成り立っているんだというような想像力を働かせろよっていう話、えー、とも取れたりとかね、まあ、だからいろいろな取り方ができるという意味で非常に優れた物語でもあるという、えー、ことだと思いますあとすごく表面的な話をしてしまいますけどやっぱさ ずーっと話を見てて一番だめだと思われてた子っていうか自分でダメだめだだめだって言ってたような子が結果として誰も成し遂げられなかったようなことをまあ能力もさることながらその人の勇気で成し遂げるみたいな展開まあ例えば「スター・ウォーズ」でいう「ジェダイの復讐」の「ルーク・スカイ・ウォーカーだめジェダイ」ですよだめジェダイねあの落ちこぼるジェダイがライトセーバーを投げ捨てる瞬間にね史上最高のジェダイだった。 えー、アナキン、お父さんを乗り越える、ね、彼はその能力というよりは勇気で乗り越えるわけじゃないですか、あのダメだったやつが、えーんっていう、まあ、非常に表面的なレベルで私のツボでございますというのもあると思います。で、はいえー、でですすねねちなみにです、ね えーとーこ,こ,のここであの要するに最終回で円、あのー、さんがついに「私魔法少女になるよ」と12話こう見てきて最後の最後で変身するところあとテレビシリーズだと最後にほわんとした宇宙空間で本村ちゃんとこうお別れの話をするところあそこで流れるその梶浦さんの音楽がですねひょっとすると俺あの大林信彦版「時をかける少女」の音楽のちょっとオマージュちょっと似てるんですよ。しかかも時をかける少女のここで別れたら もうあなたの記憶は私の中に残ってないのっていう別れのシーンの音楽とちょっと似てるのでどうでしょう梶浦さん、そこら辺 <laughs>。っていう、まあ、これは僕の勝手な思い込みかもしれませんが、話的にも似てると思うんですけどね。はいえー、ということでございます。でということで、私は非常に、あのー、この話あの、大変楽しみましたと。ただ、えー、このまあ結末に関してですけどね。あのー、要は ドカさんというの,のも非常にこうある意味献身的な犠牲によってまあ話は解決したんだけどまあハッピーエンドなんだけどえただこうホムラ村ていうねこの残されたそのね穂村ちゃんにとってはこれ見てる人じゃないとちょっと分かんない話するかもしれませんけど穂村ちゃんにとっては結局穂村ちゃん記憶は残ってるわけじゃないですかドかがこういうことを犠牲を果たしてくれたとドかの犠牲の記憶が残っちゃってるってことはやっぱりちょっと穂村ちゃん個人にはちょっと重い。 行っちゃうでそれで私は戦い続けるちょっと煉獄っていうか終わりのないこう苦しみっていうかちょっと残酷な結末じゃないかなとも取れるでもちろん作り手もそのバランスのことは分かってるからこそ、えー、実際最後の最後にムラ、あのー、ちゃんがこうねあのなんかもう荒野みたいなところで、えー、魔獣っていうねこう新たに出てきた化け物に立ち向かう時にムラちゃんの背中のわっと羽が入るのそれが羽が黒い。 でこう耳元で円香が支えたように聞くのもなんかちょっと不吉な感じがする軽くバッドエンド感ちょっと漂わしている、えー、という前の終わりではあったわけですよね、はい、で今回の新編、まあ、続きだって言いましたけどまさにこのバッドエンド感というのを受けての新編。 続編とということになななっているわけですねまあなかなかちょっと本編の話できないなえちなちみにこ、ねえっと、のテレビシリーズのダイジェストとして作られた劇場版ですけどあの絵的にもとかいろんなものがブラッシュアップされてるんですけど僕はあの今回ブルーレイのオーディオコメンタリー聞いててあなるほどって思った声優の皆さんが指摘してたんだけど例えば。 えこのマドカがクライマックスでこう私、保、えー、少女になるよってこうなるときに、えー、倒れている、ムラちゃんが倒れてますね、そこで私になるよっていう場面ですよ、あそこでムラの死体に血がずっとその戦ったというか、血が流れている、ここでこの劇場版はテレビシリーズではない演出、ムラちゃんの血を拭ってあげるんですよね、マドカがね。 いそ,ういうそういう細やかなキャ,ラキャラクターに対する愛情あふれるブラッシュアップもしているというね、えー、ところあのにあの私後からこうそのオーディオコメンタリー見て気づいてああそれは感動するなというね、えー、あとは、まあ、さ,やさやかちゃんのね髪飾りがこう加わってるこれはもちろんさやかちゃんの、えー、キャラクター的なそのちょっとねあれを踏まえてということでございますで、まあ、その流れで今回の新編へということでございますけどはっ、い、さあということで今回の、まあ、続編新編私はどう見たかということなんですけどね 大きく分けて非常に大雑把に大きく分けて2つの要素でが今回のまあ売りというか魅力というか今回のポイントだと思う2つ1つ,は1つはやっぱこれファンサービスの面ですよね,やっぱりね、えー、みんなが見たかったものを見せる、えー、要はキャラが復活して愛すべきあのキャラたちが復活して勢揃いする絵面それをファンにもう1回見せてあげる言っちゃえばこれアベンジャーズアベンジャーズです今回はアベンジャーズでもあります アベンジャーズ的なオールスター揃い踏み工業ってそういう側面がやっぱあるわけですよ、これははっきり。そういうサービス的な側面。そしてもう一つ、これはやっぱりテレビシリーズでアリスの劇場版、要するにここまでの話がある意味完璧に、綺麗すぎるほど完璧にこう終わっているわけですよね。その綺麗すぎるほど完璧に終わってしまったこの話に対するセルフ回答という面ですよね。言ってみればですねテレビシリーズ まあ、あるいはその劇場版前後編までの話を、えー、普通の映画で言う「1」としましょうそしてこの1「1」がいわゆる名作とされてる「1」だとしましょうでいろんな世の中には続編があるけど、えー、その続編の中にはですねその名作とされてる「1」の結末とか「その1」の結論を全部ひっくり返す「2」っていうのがあるわけですよ例えば「バック・トゥ・ザ・フューチャー」2ですよね「バック・トゥ・ザ・フューチャー」1作目は全部オールオッケーのラストに見えるけどそうじゃない お前がやったたことで世界は致命的に悪くなっっんだっていうことをしかも、ワート1の,そのストーリーをなぞりながらもう一回やるあのダークな2僕の好きなタイプの2ですよ、そういうダークなタイプの2あるいは帝国の逆襲ですよね、えー、非常に1作目はわーっとこうね、もう何の悩みもない感じで終わったら、そうじゃねえと、お前がやっつけたつもりになってた、そいつは、ね、お父さんだよっていう。 のとかえ俺俺俺って呪われた存在みたいな、えーまあ、帝国の逆襲がまさにそうだしとちなみにあの辛坊総監督は今回久米の逆襲にしたかったみたいな、ね、ことを言ってるぐらいですから、はい、というねまあそういういわゆるいろんな他の映画でもあるダークなツ路線ということですよね、この2つ要するに、えー、ファン向けのサービスである揃い踏み興行そしてもう一つは、えー、を名作の1をひっくり返すダークなツこの2つだと思うんですよ。ままず序盤、えーまあそのねこう ここまでの話を知ってる我々観客にすると明らかに明らかにこれはおかしいよなこれは絶対におかしいっていう皆さん非常にあの楽しそうに振る舞ってるけどこれは絶対におかしい何かの罠だっていう、えー、不自然な世界設定で、えー、まあその魔法少女たちがですねえらどーするとの話があるわけですよええー、とはいえ今回はですね言ってみればやっぱり前編がですね 前編が完全ななリアル世界ではないでははいすよねね今回はねどっかしらちょっとこう偽装された世界じゃないですかだから初っなから最後までとにかく「窓マニ」という作品世界以外ではありえないぶっ飛んだバランスの映像表現が今回はもう初っなから全開です初っなから最後までてかドラッグウェアです <laughs> あのおかしくなります、はいえー、特に今回はその 日常とされる描写の中にもその犬カレーさんのね劇団犬カレーさんのキャラであったりとか演出とかも,もう新色来てるわけしてるわけですよ。日常描写ですよって言ってるのにあれこれだって前回のあの超怖くなっちゃったあの魔女のキャラがしかもそのままのデザインでしかもそのなんか魔女文字をこうこにょこにょこにょとかとしゃり方とかも可愛い可愛い怖いみたいな感じでいるからなんかある意味どの画面にも。 不安というか不安定感というか言っちゃえば不吉さがみなぎってるというねそういう感じの作りになってるで、る、まあ、とはいえそのえー、魔法少女たちがですね、まあ、ファンサービスも込みでまあ活躍するわけですよ圧巻の変身シーンですよね前もねシリーズとかも,もこのような話でも変身シーンすごかったですけど今回の変身シーンすごくね <laughs> なんかこう今まで見たことのないその映像表現の組み合わせ、まあ、それぞれのキャラクターが異なるダンスとか、まあ、そういう動きをしながらでも非常にこうなんてもうちょっと口では表現できないないろんな実験的な映像表現をやりながらなんで動きとかは綺麗だし華やかだしノリノリなんだけど同時にどこか不気味っていう、えー、このあとさその魔女をそのみんなでやっつけて、ね、あのクラスメートのひとみちゃんのさ なんですかひとみちゃんのさ丸い首みたいのが降ってくるじゃないですかでその首みたいのを受け止めるとかあのくだりのあのそのそ線のちょっとこうちょっと色っぽい感じとかも含めて僕あの一番行っちゃってる時の手塚治虫的な病気感を感じるちょっと描写だったんですけどはい、えー、であとはあ、ね、序盤のその倒す敵であるナイトメアっていうのをとどめを刺す時のあのお茶会のあのお遊戯的な歌の表現 こうなんとかねなんケーキはなんとかでみたいなさやってるじゃないですか、あれ、何の説明もなくいきなりあれが始まるから、いや確かに可愛いっちゃ可愛いけど、まあ、狂ってるよねっていう、そういうバランス、ちなみにあの僕、今までの狂ってるとか、異常だとか不吉だとか、キモいとか、頭おかしいとか、全部超褒めてますから、僕が映画に求める条件なんで、すんごい褒めてますから。当然 まあこのおかしいバランスというのは意図,した意図されたものでその、えー、世界というのは何者かによって偽装されたものであるらしいとでその偽装されたものであるらしいというのがだんだんこう明るみに出てくる、まあ、ミステリー仕立てのところはもろ、まあ、にそれこそうるせえやつらビューティフルドリーマーのね O.C. ーさんのもう名作中の名作ですよ。えー、特にあの バスが同じところに着いいちゃうみたいなあの描写は非常にビューティフルドリーマー全く同じような描写ねありますしあとはあれですねダークシティとかねこれはアメリカ以外でねアレックス・プロヤスのあのー、最終的には観察者たる宇宙人よりもよりもみたいなあの展開もダークシティちょっと思わせたりしますけどまあ要はビューティフルドリーマーとかダークシティ的な要は仮想現実でしたみたいなそういうのがあるとえー、ですかねあるいは あれですよねすごく幸せな世界が本当は実現してるのになんかそのあんまりにもうまくいきすぎてて変だって感じ始める感じこれあの藤子不二雄の F さんの方の、えー、と異色 SF 短編集の中の「どことなくなんとなく」だっけあのなんかあ,んあまりに全てが日常すぎて逆におかしいでそれは実は宇宙人によるっていうあの話であるとか。 SF、えーまあ、短編集で言えば久兵衛自体がね SF 短編集に出てくる例えばヒョンヒョロって話があってあれに出てくるウサギ的なかわいい怖い宇宙人みたいなさそんな感じであったりとかあとはその仮想の世界にいるその街の人々の,あのフィロソフィカルゾンビぶり <laughs> あのリアル完全なる首長流の日の,のねあそこでできたこう、えー、要はか。 やっぱあのゾンビ表現の気持ち悪さみたいなやっぱこうもう窓ぎ真骨頂っていうかね、えー、テレビシリーズでさらにちょっとおっかなく気持ち悪いあたりがこう進んだ表現になってるんじゃないかと、えー、そのあたりも本当素晴らしいとにかく今回はそういう絶妙にこうリアルっていうか現実感からこう絶妙にこう数センチ帰り数センチやねんな数メートル帰りした アニメ表現のドライブっぷりが半端なく、まあ、これは一言言言えばやっぱりぶっ飛んでるし気持ちいいってことだと思います。ぐい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 それがエスカレートしていく感じが。えー、で、一方では、ですね例えば、これも上げてる人多かったですけどね、あのムラちゃんとマミちゃんが途中、対立して、もともとあんま仲いい人たちじゃないから対立して、えー、まあ言っちゃえばあれですよ、リベリオンってね、えー、あのクリスチャン・ベールの映画のガンカタ風、まあ、要は銃を使った格闘というかね、ガンカタ風の格闘銃撃。 あそこなんかだって脚本とかよりもずいぶん膨らましちゃってるみたいだし、ね、あれがもう気持ちいいしエスカレートしていく描写が気持ちよくエスカレートしていくみたいなのはやっぱマ窓ーの,の,の作り手の乗っちゃってる感じみたいなすごくこう魅力のうちだと思うんですけど、えー、あともちろんこの揃い踏み公演ですから、ねこれね、アベンジャーズ的な当然そのキャラクターこのキャラクターとこのキャラクターのこういうやり取りが見たかったっていうこれはあの燃えの方じゃなくて燃えるぜの方の燃え。 例えばさやかちゃんとね京子ちゃんがね結局あの2人はねちゃんとコンビ組んで戦うことも本編ではなかったわけだけどあこの2人が背中合わせで背中合わせで戦ってるよみたいなここはやっぱ燃えるバディ感だったりしますし、えー、あとはやっぱり。 ねあのー、前作では最終的に結局、あのー、一番憎らしいあいつがそ特に裁かれなかったんだけどあいつに逆襲って意味でもそのいわゆる燃えるぜ展開ではあるということそういう意味でもまあファンサービス部分としては慣れたあと、やっぱそのさっき言った戦いの描写のエスカレート感でいうとあのマミさんの,さあのティロフィナーレって,って今回の時の,あの乗ってる乗り物の頭おかしいっぷりってないよね。あれ <laughs> んう乗り物にっってるんだってるだ <laughs>、えー、まあそっこら中にそういうね一方ではそっこら中に犬カレーさんのそのキャラクターとか演出がもうそっこら中にこう毒っ気たっぷりでこう振り向かれてるという、まあ、とにかく冷静に考えるともう当時クライマックスとかもう絵面のアバンギャルトサプリさっき言った、えーと日,本えー、日本的な萌えアニメ的な絵面と東欧、えー、アートアニメ館でいうと東欧アートアニメ館が8割ぐらい占 <laughs> めることになっているという。で ただここまで、まあ、僕こういろいろ言ってきたのはここまではまだ1の要素じゃないですか。でその後 どんでん返し的にさっっき言った2の要素つまり要するに名作だったとされているその一的なその結末のひっくり返し要素としての2が来るわけどで前のその結末が非常に完璧だし綺麗だからあの前の結末が好きだなって人ほどやっぱりちょっとこれはなんでそんな嫌なひっくり返し方すんのと打足じゃないのっていう意見があるのもすごくわかるんですただ僕がさっき言ったように前の結末もこれじゃ本村ちゃんがあまりにもちょっと救われないっていうか負担が大き彼女の負担が大きすぎないっていう引っかかりを僕は感じるんです 感じてたのでそういう意味では「あそうだよね本村ちゃんやっぱそうだよね」っていう展開にもなってるし、えー、これはですね、えー、っとこの「窓まどかマーニに関していろんな文章ねもうすでにいっぱい出回ってますけどえー、っとテレビシリーズ終わって直後一番早い段階で出た評論本で、えー、っと山川健一さんという方の「成熟という折」えー、というですね、えー、結構要すにテレビシリーズが終わってすぐ出たような本なんですけどここにですね えーとここに書かれている、い、まあ、いろいろねこの,この本すごく,面白くてあのえく、ー、て実際、皆さんもこれを読めばいいんじゃないかっていうぐらい本当にする素晴らしい考察が繰り広げられてるんですけどその中にあの、言っちゃえば今回の,この劇場版の新編の展開を、えー、と予言するようなこ,うことが書いてあってですねこんなこと言ってます、えー、山川さん、えー、ちょっと、ね、あの抜粋して言いますけどホムラは愛の人だが彼女が愛するマドカは正義の人であり二人の考え方は常にかみ合わない。 本村ちゃんはまあ要するにその前の話シリーズ通してですね一回も要するに全体のその正義であるとか全体の正しさのこ を目指すすようななことは言ってないんです一見それを目指すようなことを言っても、えー、それこそさやかにそれ嘘だろうって言われて「はい、嘘です」と「あんたのことなんかどうでもいい」「私はまどかのことしか考えてない」とにかくまどかへの愛という動機しかない人一方まどかは自分の中には確、えー、たるその動機もその勇気もないんだけど最終的にはより大きな正義のために人のためになら動くっていう人ですよね、はい、要するに大きな正義対、えー、自分というその、えー、愛というね、えー、世界か愛かっていう この「対立ななわけじゃないですかこここれまささに今回ののの話出てくるとでこの山川さんこの成熟」という檻の中でこんなこと言ってます「マドカマギカは」はマドカの成長物語というよりむしろマドカを救うためにその成長を必死で食い止めようとする穂村の壮絶な片思いの物語なのだこれはそのテレビシリーズまでの話のことを言ってるんですけど今回の新編最後まで見るとまさにその側面というか「あマドカマギカ」は確かにそういう話だった もう山川さんの指摘の,その本質が一番濃い形で抽出されたこの続編になってるわけですよ。はい、ということで、なので、えー、そう思ってこの終盤のホームランのです、ねまあ、言っちゃえば悪役化してしまってるんだけどそのホームランを見ていると。 このの見見方ででるともすすごいい切ないわけですよ、はい、この山川さんのこのね顔力の鋭さにちょっと僕は後からこの本を読んだんでちょっとここの部分読んで鳥肌が立ってしまいました「すげえこの人」みたいになって、はいえー、でもちろんさっき言ったマドカっていうのは、えー、と今まで言った他の人たちの原罪を背負って神になったキリストであるとするならば、えー、それに対応する概念というかねそ、えー、して悪魔っていうのが出てくるもこれは必然というかそういう意味でも。 あの構造として今回の,そのどんでん返し展開の筋は非常に通り過ぎてるぐらい通ってるっていうことですねはね。はい、で、えっと、前の結末のあまりにも綺麗に完結しすぎというふうに見えるならば僕は少なくとも今回のラストの世界は一見バッドエンディング風だけど前回が一見なんかこうハッピーエンディング風だけどちょっとバッドな匂いというかそれをそうじゃないのかなっていうのと逆で今回はすごくバッドエンディング風だけど世界がある意味その悪魔の登場によって 神だけがいる世界じゃなくて悪魔もいる世界になったことで世界が健全な不完全さを取り戻したというふうにも僕は取れるなというふうに思って見てましたはい、えー、で、まあ、話がでもなんとなくまだ終わってない風なんですよねなのでこの先まだ話を続けるならばこれはもう勢いデビルマン 長い号のデビルマンの原作の漫画の終盤的な展開になっていかざるを得ないだろうっていうふうに思うわけですよで実際あの辛坊昭之総監督はあのデビルマンがとにかく自分の中の何しろ原点であると、えー、何をやってもデビルマンになってきちゃうみたいなことをおっしゃってるんで意外とこれそうじ、ね、あのだからこの要はその裏切り展開今回の2のダークな2なるでの裏切り展開もちゃんと、あのー、筋は通っているということなんじゃないかと思うわけでございますはいといととうことで 僕はその顔見せ興、えー、ね、そのアベンジャーズ要するに窓かまぎかばアベンジャーズとしてもあのー、サービス満点だというふうに思いますしダークな2としてもあの全然ありっていうかある意味ダークな2として100点の僕は結論が出てるなというふうに、えー、思ってみましたはいあのー、すっかり窓まぎ能になった上でなのかもしれませんけどあのむちゃくちゃ面白かったし、あのー、ちゃんと窓まぎっていう話を理解してその話の終わりの方を見るならば僕はもうあのー 思い入れて見るほどにやっぱラストのホーム最後の方のホームランちゃんとかもう切なくて切なくということで、はいえー、素晴らしく楽しんだということでございます、はいえー、ぜひあのねあのさっき言ったようにテレビシリーズはリアルタイムでねそのドライブしてくのを僕見逃しちゃって、あのー、悔しいなって言ってますけどこれやっぱしその今この,この祭りにドライブに乗っていかないとなかなかこの,あの高揚感みたいのを後からは味わいづらいと思いますのでぜひぜひ今すぐ劇場でこう皆さんとね、えー、見るのがよろしいないですか劇場でぜひウォッチメンってことでございます